今回私が翻訳しましたスウェーデンの絵本の愛の本が発売になりました。小学館さんより発売になりました。この本は6、7年前に私がスウェーデンの本屋さんで偶然見つけて、他にもたくさん詩の本であったりうんちの本とかいろんなシリーズがあるんですけれども、ペニーラさんという女性がイラストも描かれて文章も書かれていて、とてもスウェーデン的な、可愛らしい色使いも綺麗ですし、とっても変わった面白いイラストで子どもたちが読んでもすごく楽しめる本になっていると思います。愛の本は特に日本ではまだまだ性教育とかって子どもにどう伝えていいかわからないこともたくさんあると思うんですけれども、とてもストレートに優しく子どもたちと一緒にお話しできるような感じで書かれているので、ぜひ、親子揃って見ていただけたら嬉しいなと思っています。こんな感じのイラストです。人を好きになるとどんな気持ちになるのかなっていうことを、表現しているページです。